お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、大型アップデートが、今来て、ちょうど来た後で、ちょっと経ってるんですけど、今、ね、もういろいろ変わりすぎて、やばいです。とりあえずやばくて、まずなんか、世界、多分クラロワやってるプレイヤー全員だと思うんですけど、マジ、はい。もう誰でも入れるというか、強制参加の、もう全世界の全員が参加してる大会みたいなのがありますね。で、僕まだ今3勝とかしかやってないんですけど、はい。みたいな感じの、2日間ぐらいの、はい、大会ができた。で、なんか見た感じ、この報酬みたいなのがあるんですけど、これで30までしかないんですよ、見たら。だから、30勝で、クリアというか、最大30勝なのかなっていう、勝手な予想がありつつ、わかんないですけどね、この罰があるんで、4敗するまで、で、何勝いけるのか、で、30以上いくのかわかんないですけど、それはね、置いといて、今日はね、はい、こちら、スケラフリーズを使っていこうと思うんですけど、なぜこのデッキかっていうと、皆さん多分結構な方がね、忘れてると思うんですけど、このフリーズが、ダメージがついたんですよ。これです。カンストラート146で、フリーズ、大会レベルで100のダメージがね、入るようになったんですよね。だから、フリーズ打ってる間に相手がコウモリとか出しても、それを処理できちゃうわけなんですよね。はい。ってな感じで、フリーズの強化はめちゃくちゃ嬉しいですね。僕結構好きなんで、はい。で、だから、スケポイじゃなく、にする必要が特になくなるわけじゃなくなるわけなんですよね。意外と。で、多分ゴブリンとかも、ゴブリン処理できないか。ゴブリンは処理できないですけど、ヤリゴブも処理できない？待てよ。160で、146なのか。ヤリゴブも処理できないですね。コウモリだけ処理できるけど、みたいな感じかな。はい、まあ。てなわけで、あとなんかね、この、金色にできる機能もできて、僕はね、自分が好きなカードだけ今やってるんですけど、とりあえずスケラと、あとは、ババコヤと、あれこんだけかなはい、もちろんやってますね。鏡ですね。ぐらいかな、今やってるのは。で、今後、他のもやっていきたいんですけど、はい、てなわけで、今日はこの大会やりたいんですけど、普通にグラチャレで、マルチいいや。いいや。次、マルチいきますね。マジで鼻が風邪ひいて、鼻がやられて、つらみですね。はい。てなわけでやっていくんですけど、これは美味しいですね。今、なんだろうな。どうした相手。やばい。けど、これは、カウンターでスケラ出さないですね。このスケラの金って、もう出てくるスケルトンが金なんですかね。さすがにないかな。ワンチャンありそうなんですけどね。よし。はい、てなわけで、このバルキリーからのスケートのラッシュ展開していきたいですね。もうちょい早く歩いてくれないかな。いいや。クインドラで、そんな、ね、体育あると思いましたね。ここは、トルネ使ったんですけど、防衛硬いんでね。OK。とりあえずスケラをね、打ちたいですね。これ金のスケラっすからね、金のスケラ。どんなものなのかを見たい。はい。でもカウンターなんでね、しっかり後ろから作って、やっていけばね、このデッキも普通に強いと思うんですよね。一時めちゃくちゃ流行ってたんですけど、バレましたね。スペルが、バレてはないか。バレたというか、普通に相手は防衛迫撃ですね。おっと。スケラが来ると思ったんですかね。で、ここでコウモリとかが来ると厄介なんですよね。けど、やば。これ多分スケラでフリーズしちまえば、コウモリこれ、これ、なんかよくわからんすけど、光ってるよね。スケルトンが全部光ってる。やば。今見たっすか？スケルトン全部光ってたんですよ。これ結構ガチで。マジの方で。マジの方で見にくいな。さっきガコムレが邪魔してたんですけど、結構ガチで全部光ってた。OK。で、まあね。フリーズしちまえば、コウモリもこれ溶かされるんですよ。これ強くないですか？溶けた！早っ！一瞬で、ザップったみたいに溶けて、スケルトンが全部光ってる。やば！なんか、普通のスケラよりもダメージ入ってる感があるっすね。こんなにダメージ入ってたっけみたいな。やばいっすね、今の。今のはやばいな。これやばいっすよ。モチベ上がりますよね。これやばいな。で、これも、まあ、ちょっとこそ先好きですけど、これフリーズで、コウモリが。ね、やばくないですか？なんか、そんな感じで消えるっていう感じで消えていきましたね。となると、普通に強いですよね。やりゴブとか、まあ、ゴブリンにもダメージ入るから。あ、でも、フリーズ打ったタイミングか。打った瞬間にダメージが多分入るから、これを見た感じ。打った後に、多分コウモリとか出されると、処理できないかな。多分打った瞬間ですね、ダメージが入るのが。まあ、多分ですけど、見た感じが。そんな感じかな。いや、でもフリーズにダメージ入るのは普通にでかいと思うんですけどね。これまあ多分奥。はいはいはい。これはもうバルキリーかな。よいしょ。で、まあこうスペルがないんでね、僕これ、ウッドとか。そう、ウッドとかがないからダメージが最後削れなかったんですよ。でもこれフリーズのおかげで、最後ちょっとだけ残ったやつもね、フリーズでいけるから。普通に強いと思うんですけどね、多分ね、みんなクロスボウとか、親衛隊とか、そっちにね、もうそっちにしか目がいってないからね、みんな忘れてるんですよね。気づいてない。ほとんどの人が気づいてない、フリーズのこの強化に。大事なんですよね、こういうのが。これっすね。ここで、これはもう無視っすね。で、これで、やりゴブと瞬読、ああ、解けない、ほら。その瞬間ダメっすね、やっぱ。フリーズ打った瞬間のダメがある感じですね。だから、ポイズンとは違う、マジでザップ感覚ですね。よいしょ。ってなわけで、まあまあ、言うて、ダメージないよりはね、十分ある方が強いんでね。なるほどね。ボーリーで転がして、これ多分トルネで。相手ずっとトルネ警戒の位置にちゃんと飛ばしてきますね。よいしょ。いやー、楽しいな、なんか。ね。このアップデートはでかいっすね。しかもトーナメントもできたから、忙しいっすね。体育会もやらないといけないし、マルチもグラチャレもってなると、めちゃくちゃ大変ですね。よし、これまあロケット撃たれてもいいかな。お願い、バルキリー左戻って。まあいいや。これは、右じゃなくて左ですね、攻めるのは。でもギャング来てもフリーズ打てばザップと同じようなダメージが入るから。よいしょ。こういうことっすよね。これで槍ゴブリンが解けるから、ね、普通に強い。普通に強い。よいしょ。まあ、後ろからしっかりと。で、ボーラーでいいかな、次バレル来たら。あ、待って、ずれた。やばい。これもう真後ろに出してあげると、完封できるんですよね。まあ、ロケットだよね。いてー。これエレキで逆再処理しつつ、まあ、これは惜しいですね。カウンターで終わりかな、多分。これはさすがに止めれないでしょ。これ次、ギャング来てフリーズで。これでいいですもんね。今までだとこれで、ゴブリンとか残ってたのが、ほぼ消えるというか、一応ゴブリンもやりゴムも耐えるんですけど、周りのスケラーのスケルトンが殴るから、結局。ね、一瞬で処理してくれるから、スケフリが強いんですけど、そのスケフリが、結局あれなんですよね。クロスが足りんですよ、クロスが。クロスも、引きこもりクロスがなかなかしんどいから、まあどうなのかっていう話ではありますけど、ダメージが入るのはでかいですね。めちゃくちゃでかい。だってバルフリとかも、コウモリとかにフリーズで処理できるし、ガゴムレ来てフリーズしてザップで多分飛んでいくんじゃないですかね。な気がしますね。だから普通に空とかも強くなるし、フリーズ普通にやれると思うんですよね。マジで強い。そんな感じかな。まあダメージちょっとっすけど、そのちょっとがでかいっすね。よいしょ。だいたいペッカか、ペッカか。まあ。今みんなね、新しい大会で一生懸命なんでね。でもあれ、結構むずいと思うんですよね。もし最大が、30勝、僕の予想なんですけど、で、終わりだとしたら、30勝できる人は、それは何人か出ると思うんですけど、結構大事なのが何敗するかとかですよね。もし無敗とかで30勝する人が現れたら、それめちゃくちゃすごいと思いますね。だって今さっき見たけど、多分無敗でいなかったですね。途中18とかまで無敗までは見たんですけど、結局その辺も19とか20勝の辺でもう負けてたんで、やっぱ1回は。何してみたいですね、無敗で。無敗で30勝。それがどんどん続いて4、50勝とかあるとしたらもう、ね、それは無理ですけど。無敗で30なら何日も、これからずっとあるならば、全然、いけそうですけどね、僕は無理ですけど。結構集中力高い方が。よいしょ。これもな、ワンチャンフリーズでもいいですよね。よいしょ。ここはね、普通に休憩のフリーズ。防衛楽にやりたかったって感じですね。やばい、アイスウィズ。そう、アイスウィズもなんか弱体力なんですよね。スケラ打っても小物来たら困るから、一回置きですね。これね、意外と大変だ。ウィザードが厄介ですね。後ろから風邪作って、カウンターでいいかな。これも美味しいですね。よいしょ。相手のウィザードを、どう処理するかなんですよね、問題が。これワンチャン範囲攻撃全部持っていかんかな。よし、勝った。待って。これやばくないですか？これやばい。これいじめだ。数の暴力ですね。これフリーズで何か来ても。これが強い。これでコウモリ飛ぶから、ね。マジでザップ。ザップ効果が増えた感あるっすね。よいしょ。おじいじ。いや、強いな。強いな。もともとこのデッキが強いやつで、普通に強化されたから、ね、マジでありだと思いますね。よいしょ。てなわけでですよ。てなわけで。ね、みんな絶対触れないから。多分ですけど。そう、忘れかけている、フリーズですね。結構、今回注目していいカードだと思います。なんで、ぜひぜひ、こちらのデッキだったり、フリーズを使ったね、デッキをぜひ使ってみてください。というわけでね、今回は以上になります。よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんです。